スフィッシング、ルアーという無機質なものに生命感を与える。バスのアタック。しかし毎日のようにキャストされるルアー、ハイプレッシャー化したバスはそのアクションに警戒心すら抱くようになる。そのバスを釣るためにアングラーとの駆け引きが常に繰り返されるのだ。そんなバスフィッシングに革命的な旋風を巻き起こすアングラー、村上春彦。スネキチリグ、ネコリグの考案をはじめ、毎日のように生み出される新しいルアーの数々。今回は彼の考案したルアーに焦点を当て、バスの目から見たルアーアクション、アングラーの想像の世界であった水中でのワームの動きを見ていくことにしよう。ザリコクローフィッシュタイプのワーム、 2.8 インチというコンパクトサイズのザリコ、バスが一口で丸飲みできる大きさだ。このワームの特徴として立体設計された V 字型のフォルムが挙げられる。手足と底面全体を V 字型にすることによりフォーリング時に常に安定した姿勢を保つことができる。ではザリコージグヘッドリグでのフォーリング時の姿勢を見てみよう。ザリコージグヘッドリグの場合、水中に入った瞬間からハサミを開きゆっくりと沈んでいく。フォーリング時にはこの姿勢を保つ。またフォール中にロッドを細かくシェイクさせることにより手足が小刻みに揺れバスの本能を刺激する。着底時のハサミの角度を注目してもらいたい。ハサミを持ち上げたようなこの姿はまさしくザリガニの威嚇ポーズとうり二つ。ハサミの部分を薄くすることでポーズしている間この体勢を保つのだ。さらにボトムバンプさせることによるこの動き、ボトムを引くと足の一本一本が動く。まるで本物が歩いているかのようだ。これは足が全て前方向を向いていることにより水の抵抗を受けていることから生まれるアクションなのだ。ザリガニが逃げる時のように急に後ろに飛んではハサミを持ち上げて威嚇する。そして後方に歩いて移動。ザリガニ以上にザリガニ、それがザリコーだ。ではラバージグのトレーラーにセットした場合を見てみよう。ザリコーラバージグトレーラーの場合、ラバージグのトレーラーとしてセットした場合、ラバーのふわふわしたアクションにザリコーの持つ生めかしい動きが加わり2倍の効果を持ったリグになる。ボトムを意識したアクションで見るとその2つの違う動きがよくわかる。この時ザリコーを根元まで刺さずにちょんがけして使った場合も見てみよう。ザリコーラバージグトレーラーちょんがけの場合、先ほどよりも全体のフォルムが大きくなり、より大きなバスにアピールすることを狙ったものとなる。
ザリコー自体の動きも先ほどより動く幅が大きくなっている。ザリコーテキサスリグの場合、足の中や障害物の多い場所を狙うとき、テキサスリグにセットすることで根掛かりを恐れずにキャストすることができる。さまざまな場所での使用が可能になってくる。ザリコーヘビツネの場合、ツネ吉リグでシンカーのサイズを5号にした通称ヘビツネの場合を見てみよう。シンカーが重いためボトムまで一気に落ちていき、着底した瞬間にはワームはリーダーの長さ分だけそこから浮いた状態になる。この浮いた状態でワームが動くのだ。バスは受け口のため少し浮いた状態の方がキャッチしやすい。ボトムを叩きながら速いアクションすることでワームはトリッキーに動き、バスは反射的に食いつくのだ。リアクションバイトを誘うには有効な手段になるだろう。ザリコーキャロライナリグの場合、キャロライナリグにセットした場合、シンカーの後にワームが漂いながらついてくる。バスが加えた瞬間に違和感がないためバイトしやすい状態と言えるだろう。パドルバスボックリ。幅広なテールを持つパドルバスボックリ。バスボックリの片側を指で潰したこの形、一見何の変哲もないパドルのようだが、そこにはある秘密が隠されている。パドル部分を横から見てみよう。この部分に太い細い太い部分があるのがわかる。この構造によって全体の2箇所に重量が分散され、このパドル部分だけで波打つアクションを生み出すのだ。いわばツネ吉リグの特徴であるテール部分の動きが増幅して動くアクションがこのパドルの部分で起こるのだ。まずはジグヘッドリグでこのワームの動きを見てみよう。パドルバスボックリジグヘッド16分の1オンスの場合、比較的軽めのジグヘッドにセットしスイミングさせた場合、テールが平を打つアクションをしているのがよくわかる。テール部分だけでも単一の動きではなく波打つアクションをするのだ。パドルバスボックリジグヘッド4分の1オンスの場合、少し重いジグヘッドを使いボトムでアクションをさせてやる。
フォールさせてボトム付近を重点的に狙う場合に有効な手段と言えるだろう。パドルバスボックリ、常吉リグの場合、ロッドをシェイクすることでパドル部分が波打つアクションをしている。小魚が平を打つようなアクションでバスを誘う。パドルバスボックリ、スプリットショットリグの場合、ロッドアクションをちょんちょんと加えることによってワームがダートしながらアクションをしている。そしてロッドアクションを止めた時にはフラフラと揺れながらフォールする。この緩急をつけた動きがバスに思わず口を使わせてしまうのだ。パドルバスボックリ、テキサスリグの場合、パドルテールの本来あるべき使い方であるテキサスリグ、パドルバスボックリでやる場合にはテール部分が比較的小さいため、バレット進化を軽めにしたライトテキサスになるだろう。水中実験コーナー。こんにちは、山岸彦です。よく釣り人の間ではね、バスが釣り人を警戒して、その警戒心によって釣れたり釣れなかったりというような話をよく聞きます。水中からですね、上の姿というのは実際はよく見えるんですね。まあ、その状況にもよって、様々なんですけれども、例えば風が全くなくてベタなぎの日、そして水深が浅いところから上を見上げると、よく上の姿というのは見えます。まあ、透明度や、そういったことも関係してくるんですけれども、上の姿というのは比較的見えると思います。バスがですね、実際どのように釣り人を見ているかというのはわからないんですけれども、今回はですね、水中カメラから、上の釣り人を見てみるとどのように映るかというのを実験してみたいと思います。まず釣り人の服装の色、それから、釣り人までの距離、さらに、釣り人の、まあ、格好ですよね、まあ、立つ姿勢によってどのように、水中から見えるかというのを見てみたいと思います。まず一番最初ですね、釣り人までの距離約2メーター取りました。まあ、ほぼ竿先の下に潜ってると思ってもらっていいでしょう。で、今水深が約2メーターと出ました。そしてこの位置から上を見上げると、上に赤い人、上に赤い服を着ている人がもう丸々見えてますよね。この日の状況はというと、まあ、風もあまりなく、水面も少し、波がある程度で、まあ、ほぼ穏やかな状況と言えるでしょう。この状態では丸見えでした。
そして次、釣り人までの距離約5メートル取りました。先ほどとほぼ同じ水深は2メートルです。この位置から上を見上げてみます。先ほどよりは見えづらくなっていますが、赤い服を着ているのが分かります。水の色の中でも赤色というのはやはり見え立つようで、水中から見ても赤の服を着ているというのが分かりますね。これぐらい離れています。そして、水深が浅い位置に来ると、ちょっと見づらくなるというか、深く下の方から見上げている方が、釣り人の姿というのは見えていましたよね。そして、約8メートルぐらい離れました。この位置から、釣り人の方を向かって、カメラを向けているわけなんですけれども、赤色確認できますかね。薄く赤いのが分かります。釣り人の姿というよりは服の赤色が少し目立つというような感じですよね。ほとんど分からないんですけれども、何かそこだけ違和感があるような色が見えています。これだけ離れているんですけども、赤色の服というのは見えました。そして今度は黒色の服を着た場合です。釣り人までの距離は2メートルに戻りました。ほぼ真下のこの状態ではやはり釣り人の姿というのは丸見えですよね。水の透明度にもよるんですけども、ここは比較的綺麗な水なので、下から見上げるともう丸見えといった状態です。先ほどの赤と比べると、若干見づらくはなっていますが、この時点では、ほぼ同じと言えますよね。下から丸見えなので赤でも黒でも見えているということです。そしてズボンがこの時白色系だったので、その白というのもよく分かりますね。そして5メートル離れました。この位置から、釣り人の方を見上げてみると、この辺りまで来ると釣り人の姿というのはほとんど分からなくなります。先ほど赤色の場合は、赤という色が目立っていたので、その辺りに人がいる、何かいるというのが分かりましたが、この黒の服の場合はほとんど見分けがつかなくなります。釣り人がいると思って潜っているので、この辺りかなというのは分かるんですけれども、周りの色とほとんど一緒のような感じに見えますよね。空の白い、空は青なんですけども白っぽく見えているところに、この場合は黒の服というのが目立たなくなっていますよね。そして8メートルぐらい離れてみました。この辺りまで来るともうほとんど見分けがつかなくなります。釣り人の少し前のところに鉄柱がありました。その鉄柱の横なのは分かっているんですけれども、どこにいるか全く分かりません。そして今度は服の色を迷彩柄に変えてみました。
これは、釣り人までの距離が約2メートルです。そして、迷彩の服の色というのは一般的に一番目立ちにくいと言われていますが、この場合はどうでしょう。この辺りではまあほぼ真下ということもあって、服の色は関係なく上の人の姿というのは見えています。手元で何をやってるかも分かりますよね。そして5メートル離れてみました。この場合は赤の時は結構見えていて、黒の場合はほとんど見えにくくなっていました。では迷彩の場合はどうでしょうか。やはり目立ちませんね。どの辺りにいるかちょっと分かりづらくなっています。バスがですね、色して人の姿というのを認識しているかどうかは分かりませんが、見え方というのはこれだけ違ってくるものなんですね。迷彩柄や黒色の場合は5メートル離れた地点ではちょっと見えづらくなっていますよね。周りに溶け込む色というのはやはり目立たないんだと思います。そして8メートル離れてみました。ここまで来るとですね、もう上の人の姿というのはやはり先ほどと同じく分からなくなっています。これは光の入る角度、屈折率の違いによって水中と陸上では見え方が違ってくるんですよね。では次に釣り人の姿勢を変えてみましょう。低い位置の場合ですね、この場合はしゃがんだんですけれども、これをした場合はどうなるでしょうか。釣り人までの距離を5メートルぐらい取りました。そして上を見上げると、先ほど赤色の服を着て立っていた場合には目立っていたんですけれども、こうなるとあまり目立たなくなりますよね。低い位置にあるものというのは屈折率の関係によって見えにづらくなるんですね。水中から空中のものを見る、まあ、陸上のものを見るとこのように見えづらくなって見えます。よくですね、釣り場で、まあ、しゃがんでキャストをしたりとか、まあ、物音を立てないということもあるんですけれども、姿勢を低くすることによって、まあ、聴覚が変わるということが出てきますよね。それはこういう見え方の違いというのもあるんじゃないでしょうか。では次に、高いところに登ってみました。先ほどと逆ですよね。上の位置に行った場合です。釣り人までの距離というのは先ほどと同じです。先ほどと比べてみると、やはり上に立っていることによって水中からはよく見えていますよね。上にあるものの方が水中からは目立つということですかね。見てきました。今日の状況はというと、少し風があって水面は少し波があるような状態でした。まあ、少し波がある状態でもこのように、水中から見ると水面の、釣り人の姿というのは見えるもんでした。これがですね、もっと波がある状態だともっと見えにくくはなるんじゃないかなとは思います。そして、岸からですね、釣り人から5メートル離れた地点で潜ってみると、やはり、釣り人の姿がほとんど見えにくくなっていました。これはどういうことかというと、沖へキャストして、沖の魚を狙う場合にはあまりこの岸際の、見えてる見えないというのは関係なくなってくるんじゃないかなと思います。
しかしこれが漁港など近くの魚もしくはもう手前まで来ている魚を狙う場合は結構気を使って釣りをすればいいんじゃないかなと思います。これを気を使わずに、まあ、何も考えずにやっているよりは、まあ、こういうことを考えながらやっていく方が釣果には影響してくるんではないかなと思いました。カーリーツネキチワーム。ツネキチワームのテール部分をカーリーテールにしたこのワーム、その特徴であるテール部分、従来あったカーリーテールタイプのワームよりテールの R を小さく作ってある。またテール部分を限りなく薄く、 R の内側は軸になるよう太く作ってある。このことにより微弱な水流でもテールが小刻みに揺れるアクションをする。ではジグヘッドにセットした場合を見てみよう。カーリーツネキチワーム、ジグヘッド32分の1オンスの場合、ボトムに落ちていく時のテール部分だが小刻みに震えているようになっている。フォーリング時でもバスを誘うアクションをしているのだ。スイミングさせた時はどうだろう。シェイクを入れなくても巻いてくることによってワームのテール部分がアクションをしてくれるのだ。また極薄テールなのでスローなアクションでもテール部分は反応するのだ。カーリーツネキチワーム、スプリットショットリグの場合、スプリットショットにすることで進化を引っ張った後にワームが漂うようについてくる。ナチュラルなフォーリングをしている。ではツネキチリグにセットした場合を見てみよう。カーリーツネキチワーム、ツネキチリグの場合、シェイクしながら引いてくることでテールが揺らめきながら動いてくる。一味違う動きがバスに口を使わせてしまうのだ。カーリーテールの場合、シェイクをすることでのアクションはあまり起きないと言われている。しかしカーリーツネキチワームはこれだけアクションをしている。ボトムからワームを浮かした状態にしていることもこのリグを使うメリットと言えるだろう。ネコリグワーム、バスフィッシングブームの加熱によりバスたちはルアーの動きに慣れてしまい釣れた状態になっている。そんな中バスに強烈にアピールする手段としてネコリグがある。このネコリグというのはワームの先端にシンカーを埋め込み、フックをワームの胴体に刺してアクションをつける。ラインからフックまで余計なものがないため直接ワームにアクションを加えることができるのだ。またシンカーが先端に埋め込まれているのでそこを支点とし一箇所にとどまりながら波打つアクションができる。狭い範囲でアクションをし続けられることによってバスに口を使わせてしまうのだ。このネコリグのアクションを一番活かすために開発されたワーム、それがネコリグワームなのだ。
一見普通のストレートワームに見えるこのワーム、しかしこの形にはいろいろな秘密が隠されている。まずワームの先端に開いた穴、これはネコリングをセットするときにシンカーが埋め込みやすいように開けられたものである。使用後のシンカーの取り出しも簡単に行える。ボディの形状をよく見てみると先端からテール部分にかけて細くなっていっているが、テール部分は若干のボリュームがあるのがわかるだろう。このことによってテール部分の動きが増幅する絶妙のアクションを生み出すのだ。では実際の水中の動きを見てみよう。ネコリグワーム、ネコリグシンカー 0.5g の場合、ボトムを意識しながら細かいアクションを加えることによってテール部分と先端部分で2つの常岸アクションを起こしているのだ。フォールさせるとワームが縦になったまま落ちていく。このフォール時の姿勢も他のリグとは違ったものになる。ネコリグではシンカーの重さとフックを刺す位置によってアクションが変わってくる。ではフックの刺す位置をこのままでネコリグシンカーの一番重いタイプにした場合を見てみよう。ネコリグワーム、ネコリグシンカー 1.9g の場合、シンカーを重くしたことによってロッドアクションを細かく加えただけではワームは移動しなくなっている。一点を集中的に攻めたいときには重いシンカーを使い、その場所でアクションし続けるのが有効な手段となってくるだろう。少しずつリールを巻くことにより移動してくるが、先ほどよりもシンカーが重いためワームの先端部分がボトムに擦れるようになっている。このような場合にフックを刺す位置を少し下げた場合のアクションを見てみよう。ネコリグワーム、ネコリグシンカー 1.9g の場合、先ほどよりもフック位置が下になったため重心近くからロッドアクションを加えることができる。ほんの少しの工夫でさまざまなバリエーションができる。このように自分で工夫しながらいろいろなアクションを試してみるのもいいだろう。ではこのネコリグワームを使いネコリグ以外のリグ、常吉リグで使用した場合を見てみよう。ネコリグワーム、ガンダマ B、常吉リグの場合、常吉ワームとは少し違った動き、生めかしい独特のアクションを生み出している。来た。でかい。でかい。バレんなよ。ああ、やばいやばい。
よ絶対。おーしよしよし、いい方いい方、あーいい方いい方。おっしゃ釣れた、でかいの。うわあ50ないかなこれは。おおでかい、久しぶりに感動した。よし来たけど小さいな、すぐ上がってくるな。お、引くわ。でも嘘、何手前に走ってきとったんか。うわうわうわ、嘘嘘嘘嘘、やめやめ。あ、嘘。やめてやめてよ、ちょっと持ちこたえてちょうだい。あー、もう無理。おーおー、あーやばいやばい、早くこっち行くんだ。よっしゃ、どだナイス。あー、かわいい、一枚なかなかいいサイズ。これでも40ぐらい。水中実験コーナー。では水槽で飼っているバス、このバスに生き餌を与えて、このバスの捕食シーンを見てみましょう。金魚を入れてみました。するとバスは近づいてきて一口で飲み込みます。生き餌を食べるフィッシュイーターの魚ですから、まあ、こういった姿というのは、まあ、自然の界ではたくさんあるんではないかと思います。来ましたね。食べる瞬間をもう一度スローで見てみましょう。近づいてきて口を大きく開けて一気に飲み込んでます。普段泳いでいる姿よりもかなり口が伸びているのが分かります。金魚を見るとこのようにアタックしに行くわけですが、確実に捕らえるというのが、まあ、100% ではないんですよね。このように何度もミスバイトをして、そしてやっと捕まえられると。これはルアーに置き換えた時もこういったことがあるのではないでしょうか。こういう下の魚、下の方にいる魚も、一口で飲み込んでいます。しかしこの時ちょっと様子が変ですよね。スローで見てみましょう。近づいてきて口を開けて、石と一緒に飲み込みましたね。さらに遅いスピードでもう一度見てみましょう。ここで口を開けて水を吸い込んで、その時に水槽の下に敷いてある小石を一緒に飲み込んでいます。こういったように小石を飲み込んだ場合はこの石も食べてしまうんでしょうか。石を食べてしまうというわけではなくて、食べられるものは口の中に入れてしまいますが、食べられないと判断したものはこのように石をちゃんと吐き出しますよね。これも魚の姿を確認して、そして確実に仕留めてますよね。ちょうど体の後ろに来て見えなくなったんですけれども、反転した瞬間、目がキロッと動いているのが分かりますよね。
目標物を確認して口を大きく開けて食べています。かなり口が大きく開きますよね。これがラージマウスバスと呼ばれる、まあ、ゆえんでもあるのでしょうね。捕食の瞬間に口を大きく開けるだけではなく、もう一つ特徴があります。スローで見てみると、この瞬間バスは口を開けながら水を吸い込んでいるのが分かります。金魚の体がですね、くの字に、引っ張られているのが分かります。これはですね、バスは口を開けた瞬間に、水を吸い込んで、そのあたりの水ごと、食べているのが分かります。確認しましたね。今食べました。何気なく食べたように見えましたが、これをスローで見てみると、ここですね、金魚の体がバスの口の方に引っ張られているのが分かります。もう一度見てみましょう。近づいてきて、ここで口を開けています。バスの口はそれほど移動していないのに、金魚が口の中にスポッと吸い込まれてますよね。このようにこの口の前にある水ごと、吸い込むというのがバスの食べ方の特徴だと思います。実際のフィールドではなく、まあ、水槽での観察やったわけですけれども、こういったバスの特徴をつかんでいれば、釣果につながってくるんではないでしょうか。ワームの種類やリグの組み合わせによって無限の可能性が広がるバスフィッシング。釣り人一人一人がその時々のバスの姿を想像しながらルアーを選択する。これらのワームを使いアクションさせるとき、水中でのルアーの動きを想像するときの手助けになることだろう。進化するバスフィッシング、その中で生まれてくる数々のアイテム、この進化は永遠でもあり、今もまた新しいルアーが生まれているだろう。爆発的釣果を生むツネ吉ワーム。他にもバスボックリやスーパーツネ吉ワームなど、これまで想像の世界だった水中アクションを大公開。水中実験コーナーでは水中でのワームの色変化を検証。ツネ吉ルアーズパート1好評発売中。これいてはるよ。よし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 。まあ、釣れて当然。踊るんですよね。早いアクションすると。パパパーンと。よっしゃ。はるでしょほら。よっしゃ。タズモン、ハサミがほら。ザリコーで釣れました。サンキュー。よ、上がれ。うん。うわ。まあ漁港でこんなん釣れた。いいじゃん。ネコリグワームをスネキチリグで使っても釣れます。はは。